公平市は中華人民共和国先生省関陽市に位置する研究市。公平市は関中平原の中部に位置し、西安市外区から4 0トル関陽市外区から2 0トルの距離にある。南に伊水を挟んで、西安市、有区周周至る県があり、東に関陽市新徳と接している。公平の歴史は古く、集大には、 国土が設置された記録が残っている。前908年、後継から犬級に戦とされている。また、新末には幸運が官中を3分した際、召喚を用を落として、早岡に封じられている。前204年、艦長はこの地に炎樹里県を設置された。前73年、艦長は茂る領県を設置された。 220年、三国時代の義はシュタイラ県を設置、修ル領県がシュタイラ県に編入された。557年、北州は、エンジュ寿ト県がシュタイラ県に編入された。708年、当朝はシュタイラ県を金城県と、757年には公平県と解消された。公平地域に含まれている和解は、安史の乱の際に際して、756年に、 ヤギヒやその親族のよう国タダラが殺害された事件が発生した場所であり、ヤギヒの墓がある。1994年1月に研究室に昇格した。ありがとうございます。